はい、皆さんこんにちは。今日もね、ハウトゥー観葉植物やっていこうと思います。今日はね、会社お休みなんですけど、もうね、今日もカンカン照りで、梅雨も明けたんですかね、まだ宣言はないですけど、暑いです。そして蚊が多いです。はい、じゃあね、今日ちょっと座って最初やろうと思いますけど、このね、4回ぐらいで乾燥に強い植物、耐陰性がある植物、寒さに強い植物、あと一つは、日差しが強くて明るい場所に、暖かい場所かな、まあ、暑い場所にね、強い植物、このね、4つの、植物をね、の性質を紹介しましたけど、大体ね、この4つのね、性質を、覚えていれば、皆さんのね、今からの、ご家庭とかね、オフィスとかでの、植物をね、育てるのに割とスムーズにね、いくんじゃないかと思います。それでですね、まあこの 4つのね、性質をね、大体知ってれば、寄せ植えなんかをね、作る時も、すごく、ためになると思うんですよ。とはいえ、4つね、全部の性質をね、クリアして、作る寄せ植えってなかなか難しいと思うんですよ。まあね、全部完璧にね、揃えれば、かなりの割合で、よく育つね、寄せ植えができると思うんですけど、なかなかそういうわけにもいかないので、まあその中のね、3つないし、もしくはね、2つね、性質をね、組み合わせて寄せ植えを作ると、まあ幅がね、広くなって、また寄せ植えのね、楽しみ方も増えるんじゃないかと思います。それでですよ、それで今日はね、ずいぶん前にね、一回ちょっとね、 YouTube し始めで、まださまよってる時にね、パロディみたいな感じで、寄せ植えを分解してみたっていう動画をね、やったことがあるんですけど、今回ね、もう一回、そのね、分解動画をね、やってみたいと思います。今までのね、4個のね、性質の、動画もやったんで、皆さんもね、分かりやすいと思います。そのね、動画を見た上でね、またね、市販のね、寄せ植え買ってきたので、それをね、性質を皆さん理解しながら見てみてください。ちょっと面白いと思います。はい、じゃあ始めたいと思います。レディゴー。はい、じゃあ始めたいと思います。買ってきたね、寄せ植えがこれです。皆さんもね、よくね、ホームセンターとかで見るかと思われます。もしかしたらね、自分で、お祝いで出す人も多いんじゃないかと思います。はい、それでね、今までの、4回の性質のね、動画を見られて、この寄せ植えどう思いますか？とてもね、立派ですよ。僕もね、かっこいいしおしゃれだと思います。思いますけど、皆さんどう思いますか？はい、じゃあ性質の勉強やってみましょうかね。はい、これ主木は幸福の木です。幸福の木、寒さに弱いです。そして、水はあまりいりません。はい、次アンスリウム、アンスリウムですね。アンスリウムはどうでした？アンスリウムは水はたくさん好みます。水苔で巻いてあるからですね。そして寒さには弱いです。耐陰性はね、割とあります。はい、じゃあこれ、はい、斑入りのね、ゴムノキ、ゴムノキは寒さには
強いです。乾燥にも強いです。耐陰性はあります。負がね、入ってるんで、これも、これは、日が当たるところやね、窓辺の暑いところにも割と強いです。最後にこれ、これなんだったかな、ステレオペルマだったかな、すいません、名前間違ってたらすいません。でもね、これも、これは絶妙な水の具合があります。水が多すぎても、少なすぎてもダメですけど、窓辺のね、強いところに置いたら水はたくさんあげないとダメだと思います。日陰だとね、水をたくさんあげたら、腐っちゃいます。寒さにはね、弱いです。はい、そういうことでアンスリウムと幸福の木、水がたくさんいる、水はたくさんいらない。ゴムの木、水はたくさんいりません。アンスリウムは水はたくさんいります。これはね、この寄せ植えだと一番最初にこのステレオペルマだったと思う植物が一番最初にね、悪くなると思います。はい、幸福の木とね、ゴムの木の水の上げ方に合わせると必ずアンスリウムは水が足りなくてしおれていったり、葉っぱが黄色くなったり、花が長持ちしなかったりで悪くなります。割とね、夏場は水をたくさんアンスリウムに、逆に言うとアンスリウムの水に合わせてると暑いところだと幸福の木も持つと思います。はい、そういうことでね、このね、市販の寄せ植え見る分はね、とても綺麗でおしゃれですけど、僕の見解としてはね、絶対買いません。ほぼ枯れるからですね。このね、寄せ植えはなんとお皿もついていませんでした。親切なところはね、お皿がねついてるんですけど、お皿もついてません。これはね、鉢カバーじゃないんで穴が開いてますということは分かりますね。水が漏れます。はい、かといってですね、よく、見るところはですね、この下にこれ用の陶器の四角いお皿を置けばまだマシです。プラスチックのね、受け皿なんかで引いてたらめちゃめちゃおしゃれじゃありませんよね。せっかく上がおしゃれで陶器鉢もかっこいいけど、一番下が受け皿じゃダメです。もう見てて非常に残念に思います。でもね、ホームセンターでね、売ってある状態もこれですし、お花屋さんなんかもね、下に平気で受け皿で設置していっちゃいます。非常に残念なことです。だからね、僕は絶対これは買いません。はい、じゃあね、どうすればいいかというと、これはね、もらわれたりね、もしかしてね、今自分で買っちゃったりしたりね、まあ2週間かな、1ヶ月もこの状態でしておくと多分どれか傷んでくるので、まあ、2週間ぐらいね、この状態でね、十分乾燥したらバラバラにしちゃいましょう。バラバラにしてね、一つ一つはね、ものがいい植物なんで、バラバラにして一つ一つを別々で管理していく方が長持ちします。そしてね、1,2,3,4 4つあるんで、4倍お得です。いろんな場所にね、飾れるので。そしてね、一つ一つの性質に合う場所に設置してください。そうするとね、ずっと長持ちします。はい、じゃあね、せっかくなんで
バラバラにしていってみましょう。はい、じゃあバラバラにしていきます。まずはね、最初これステレオフェルマから入れちゃいます。あ、はい、もうすぐ抜けました。はい、こんな感じです。もうね、このぐらいの浅い位置に入ってます。はい、次じゃあゴムの木抜きます。よっ、ほらゴムの木もここですね。ここで皆さん分かりますか？さっき言いましたよね、下に受け皿を引いて水を溜めますよね。これはここですよ。根はこんだけしかありません。どう思います？わかりますよね。下の受け皿にね、水がどんなに溜まってても根はここです。水を吸うわけありません。したがってね、水がね足らない状態が続くんです、この寄せ植えはね。はい、アンスリウム抜きます。はい、蚊がよっ、アンスリウムももちろんスコ。はい、こんな状態です。もうね、すぐ簡単に抜けます。なのでね、すぐ分解してください。はい、最後ね、幸福の木残りました。幸福の木はね、このまま残してても大丈夫です。でもね、そうだ、中身をね見せたいので幸福の木も一回抜いちゃいます。はい、グリ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 。この新品の幸福の木どうなってると思います？グリグリグリ。はい、じゃーん、見てびっくりじゃありません？こんなに大きい僕でこんなに立派に育ってますけど、幸福の木って実は根っこがねこんな状態なんです。こんな状態、ビビりません？まあ本当はねもっとこう張るんでしょうけど、この状態だからね、めちゃくちゃね幸福の木って弱いんです。だからすぐ枯れるんですよ。まあ、枯れるって枯れやすいんですよね。はい、幸福の木のね動画で言いましたよね、不幸の木になっちゃうと弱いんです。めちゃくちゃ弱いんです。だから僕は買いません。はい、まあね、本当ならもっとね根が出た状態のをね入れるのが、植物をね扱う身としてはいいんでしょうけど、でもね、ここでもう一つ、うんちくじゃないですけど、僕が思うことね、僕が勝手に思うこと、結局ね販売する方って言ったらどうですか？枯れたら買いますよね。枯れないと買わないですよね。長持ちしたらまた次のやつって買わないですよね。まあ、どうだか分かりませんけど、僕はねあえて枯れやすいように作ってあるんじゃないかなと思うんですよね。それかもしくはこの、生産とかね、してる人たちはね作るのがね専門なんで、現場でね、設置してそこで育つのはね専門じゃないんで、作るのはめちゃくちゃ上手ですよ、作るのは。でもね、性質っていうのはひょっとしたら、まあ僕たちがね詳しいだけで疎いのかもしれませんね。もちろん僕たちはね逆に作るのめちゃくちゃ下手くそですよ、下手っぴです。こんな作れません。はい、ただね性質は僕らは得意です、置き場所とかね。なので性質が分からず見た目だけで寄せ植えを作ってあるのかもしれません。はい、枯れると皆さんまた買いますもん、ね、
枯れないとね、あ、生産者というのは、生産者はまた別ですよ。売る方、販売してるところはね、枯れないとダメでしょ。また買ってもらわないといけないから。まあそういうね、いろいろな事情で作られてるのかもしれません。これはね、僕の、あくまでも僕の推測ですよ。でも多分そうだと思います。はい、幸福の木、抜きました。じゃあね、じゃじゃん。前の動画もね、見た人は知ってるかもしれませんけど、中がどうなってるかというと、はい、こんな感じになってます。はい、発泡スチロールです。発泡スチロール。これはね、あの幸福の木がね、僕が大きくて根が張ってないから、幸福の木をね、固定するための発泡スチロールであるとも言えますが、じゃあね、これ、繰り返してみましょう。じゃあ土をひっくり返します。いやー、どうなんですか。だー、見えました、今一瞬。はい、空っぽになりました。見てびっくり、ダン、全部下は発泡スチロールでーす。びっくりでしょこれ。だからこの下にね、水が溜まってても全く意味がないんですよ。ね。だから、買う人のことはね、全く考えてないんだと思います。はい、土の中もね、こんな感じです。こんな感じですよ。はい。もういろんなものがね、混ざってます。正直言って土も全然良くないですよね。いろんな土が混ざってます。はい。苔も入ってます。はい、まあね、こんな感じですよ。まあ、これね、あの作ってる人を否定してるわけじゃないですよ。皆さんにね、長く、観葉植物をね、育てていただいたりね、鑑賞していただくためにね、教えておこうと思って説明してます。はい、土もね、だから一回ね、抜いてしまって、また新しいね、土で植えてもいいかと思います。全部が全部ね、こういう感じじゃないと思うんですけど、まあ、9割方ね、発泡スチロールはこうやって入ってます。まあ、底上げするとね、こんだけ底上げするとね、土代も安く済むからですね。でもこれはすごいですね。じゃあ、ここからは、これをね、一個ずつね、別々で植え替えていきましょう。はい、じゃあね、植え替えていきます。このね、黒ポット、これ黒ビニールポットをね、使って植え替えていこうと思います。じゃあね、土も変えます。土はね、ちょっとね、高い土をね、買ってください。いい土になるとね、熱処理して焼いたりして細菌も殺してあるから、土もね、やっぱり全然違うんですよ。で、まずはアンスリウム、はい、土を軽く入れて、はい、もうね、簡単です。しっかり植え込んであげるだけです。このね、ビニールポットでなぜするかというと、いろんなね、鉢カバーに、ね、入れやすいから、これが便利です。はい、こんな感じです。アンスリウム終わりです。はい、じゃあ次、ゴムの木いきます。はい、ゴムの木も入れて、はい、終わりです。完成です。これはちょっとちっちゃいやつね。じゃあこのまんまいけるかな。よいしょ。いや、せっかくだから大きいやつにしましょう。植え替えとか植え込みをね、やるときはね、まあ、ちょっと汚いですけど、こういうね、大きい受け皿とかね、割と大きいやつに、ね、土をね、もうドンと入れて
こぼれても気にならないようにね。なのでやるともうすぐ簡単になれます。意外にね、皆さんちっちゃいところでやってる方とかね、何も敷かずにやる方多いと思うんで、はい、余ったらね、またすぐ次に使えるので、はい、こんな感じです。大きい株になりました。多分これもね、大きくなると思います。はい、じゃあ最後、幸福の技術、これですよ、これはね、どうしよう、これにね、植えてもグラグラして使い道がないので、どうしようかな、どうしようかな。そうか、でも大丈夫だ、これに植えます。いいこと思いつきました。こうやってさっきの寄せ植え状態のよりは格段にいいはずだからですね。よし、できた。お、立ちました。いけましたね、割と。やってみないとわからないこともある。はい、完成です。こんな感じです。はいはい、さっきね、いいこと思いついたって言ったでしょ。これもったいないじゃないですか。これ活かしましょうよ。どうするかというと、これね、さっきも言ったように穴が開いてて水が漏れます。でね、発泡スチロールがね、たくさん入ってます。はい、これね、このまんま活かしちゃいましょう。もう底上げがね、できてるんで。はい、そこでこれちょっと中古で汚いですけど、水受けです。受け皿のね、深いバージョン、これね、水が溜まるんで、これをドッドッ、入らない、入った、よし、入りました。はい、こんな感じです。これでなんと8カバーの完成です。じゃあね、もう皆さんお分かりの通り、幸福の木をね、この中に入れます。ドン。幸福の木はね、性質上水がね、あんまりいらないです。ちょうどね、この今入れたぐらいの鉢にね、受け皿にね、結構いっぱい入れてなくなるぐらいでちょうどいいと思います。バッチシです。高さもいい具合だと思います。はいはい、で倒れますよね。はい、そこでヤシの繊維です。ヤシの繊維を入れて、おしゃれ、倒れる。はい、完成です。どうですか、こんな感じです。で、このタグは取りましょうね。こういうのずっとつけてる人いますけど、ついてるとおしゃれじゃないので、タグは取りましょう。はい、一つ目完成です。どうですか、バランスもいいしね、全然これでいけるでしょ。そして水管理もしやすいです。絶対長持ちします。はい、じゃあね、こんな感じになりました。どうですか、一つ一つをね、別々にね、するといろんなね、用途で使えます。鉢カバーをね、いろいろ変えて、楽しむこともできます。管理もね、しやすくなります。そしてね、性質の勉強をしたように、おのおののね、植物の性質の好きな、場所にね、置いて管理してみてください。するとね、4倍このね、寄せ植えが楽しむことができます。最初はね、さっきも言ったように2週間ほどはね、さっきの寄せ植えの状態で楽しんで、その後はね、よかったらこういうふうにね、バラバラにしてください。その方がね、観葉植物たちもね、喜びます。そしてね、長く持ちます。そしていろんなところをね、鮮やかにね、空間を演出してくれます。皆さんに癒しの空間もね、もたらしてくれると思います。幸福の木もね、こうやって受けるので長持ちしますよ、絶対。はい、いろんなね、アイデアを出して、いろんなものをね、
タッチカバーとかにしてみたりしてね、やってみてください。はい、じゃあね、今日は、市販の観葉植物の寄せ植え長持ちする方法と、丸得情報でした。皆さんね、もしもらったりね、買ったりしたらチャレンジしてみてください。はい、じゃあ今日はここまで。バイバーイ。